CGS の皆様、こんにちは。亀井壮平です。本日も親子で学ぶ偉人伝をお送りしていきたいと思います。講師は小野木さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ、1回目から11回目が偉人伝といっても天皇の話が続きますよということで、はい、前回中愛天皇と神宮皇后の話だったんですが、今日4回目はですね、はい、仁徳天皇について、はい、どんな方だったのかということを教えていただきたいと思います。これがですね、実は仁徳天皇っていうのはもう我が国の歴史 を通じてやっぱりある意味最も偉大な天皇と言っていいぐらいすごい天皇なんですよね。もともと天皇になる前って皇太子殿下になれるじゃないですか。で、皇太子時代がやっぱり仁徳天皇にも終わりになったわけです、はい、でいよいよ皇位を継ぐっていうことになった時に、当時は新しい天皇がご即位されるたんびに都を造営する、うん、新しく都を作るっていうことが行われたんですね、はい、ところが仁徳天皇これやらないんですよ、うん、いや皇太子のとしての館があるので、これでここをそのまま皇居にする、新規の工事を行わないってやるわけです、うん、はい、これで多くの民衆がね、今度の天皇偉いケチくさい天皇やらなあ、もう毎回毎回こうちゃんと工事してくれる言ったのに今回やんないのかよっていうことで だいぶ苦情が上がったんです、はい、なんで苦情が上がったかっていうと、これは天皇が変わるとよくね、まあ、外国でもそうなんですけども、王様が変わるとかっていうことになると恩赦って言って、はい、悪いことした人が罪一等減じられるじゃないですか、うん、はい、ありますね。でじゃあその王様が変わった時に、あるいは天皇が変わった時に得点があるのは悪いことやったやつだけなのって、うん、そんなことはなくて、はい、要するに古代においては都を新規に造営する、これね公共工事なんですよね。そうですね、はい、でこれによって一般の民衆がその工事に参加をする、参加をするとそこで一定のお小遣いをもらえる、はい、ということで、このお小遣いっていうのはよくね、絹織物なんかでもらう、絹の反物なんかもらうんですね、うん、でその、まあ、1週間働くと絹の反物一旦もらえる。そしたらうちの娘のね、嫁入り衣装で絹の美しい綺麗なサラサラっとした肌触りのいい着物の一丁を作ってやろうじゃないか、うん、お父さん頑張るぞということで、これで、ね、結構みんなの経済を潤ったってことです。ところがこれ仁徳天皇やらない、はい、でなんでやらなかったのか、実はこの時ものすごい凶作でお米が少なかったんですよ。でお米が少ないもんだから、これ以上さらに一般の民衆を工事に駆り出してしまったら、はい、かえって民衆が貧しくなってしまう、うん、っていうことで苦情はあったけども、あえて皇居の造営をしないという選択をされるわけです、うん、なるほど。でそのまあ天皇にご即位されてから、まあ、高台の上に登られましてね、うん、まあ、もうすでに結婚されておいでになったんですけども、はい、町を見渡すんです、うんうん、かまどの煙が上がってないんです、はい、昔はご飯炊く時にはかまどでご飯炊いたんで、うん、白い煙がもくもくと上がったわけです、はい、煙が全然上がらない、うん、長いこと凶作が続いて、民は民衆はねみんな今生活が苦しいのであろう、よしでは向こう3年の税を全て免除するってこうやるわけです。素晴らしい。もうびっくりします。景気悪い時に税を上げるような国っていうのはどこの国とは言いませんけども、はい、もうバカじゃなかった話ですよね。最低ですね。最低ですね。はい、景気悪い時はむしろ税を返してる、はい、そうです。まあ、当たり前のことですね。はい、これは給付金じゃなくて減税すらいいんです。減税すらいい。そういうことです。大体支払い大変なんだから、もう、はい、うちら所得が少ないけど、それでも結構大変、うん、まあ関係ないですけどね。で、向こう3年間税を免除する。まあ、それによってね、だいぶこう、釜の煙が上がるようになるんですね。で、もう、皇后陛下と一緒に高台に登ってみたら、そしたらちょうどお昼時に釜の煙が黙々とこう、立ち上ってくる。うん、で、それを見て奥様が、皇后陛下がね、おっしゃるわけです。陛下。もうこのように釜の煙がたくさん立ち上がっております。そろそろ皇居ももう中もボロボロになってますし、お庭も全く手入れがされずにいます、そろそろ税をお取りになったらいかがでございますでしょうか。いやそれはせん、鎮和のすでに富んだ、うん、豊かになったということです、はい、だってもうボロボロですよ皇居の中、うん、いやそうじゃない、天皇というのはあくまでも民衆のためにある、民衆が豊かになることが天皇が豊かになったということなんだ、皇居がボロボロになって関係ない、このようにおっしゃる。で皆の者集まれ、はあ、もう3年税を免除するってやるわけです、うん、結局都合6年免除するんですね、はい、
で、なんでこれ6年なのかっていうことなんですけども、6年税を免除するとですね、この間に民衆の中にお米の備蓄ができるようになるんです、うん、蓄えができるようになるんです、はい、ちょうど2年分のお米が蓄えられるようになります、はい、で、このタイミングを待ってやっとそれから税を取るようになるんですね。で、なんでかって言ったら、もう本当に民衆が豊かになって、もうこれ以上税免除しちゃったらかえって申し訳ないっていうところまで行ってしまう。で、さらに言いますと、この時にね、いよいよ税を取るってことになった時に、民促されずして、物を背負い、皇居の、お掃除をし、お庭をきれいにし、で、建物の壊れたところをみんな修繕してくれたと。誰もそんなことやるなんて命じてないけれども、それだけのことをみんなやってくれたっていうふうに、このように、古事記や日本書紀に書かれています。つまり民衆の側も6年間税を免除してもらったということに対して法恩感謝の気持ちを忘れていない。恩を知る思って人とは言うぞって昔から言いますけれども、恩を受けたらそのことに対してちゃんとお返しするというね、こういう気持ちを忘れていないということなんです。まあ、そういうことで仁徳天皇の時代に、まあ、民衆が大変非常に苦しい状態だったものが大変豊かな状態に変わってくる。で、さらに仁徳天皇はこの後ですね、今大阪から堺に向けて出張いただくと分かるんですけども、広大なこう平野が広がってるじゃないですか。この平野っていうのは実は仁徳天皇の時代に開発されたものなんですね、うん、で、この仁徳天皇はある程度お米のストックが溜まってくるのを待って、広大な土地の開拓事業を行われるわけです。あのあたり一帯が、もともと湿地帯だったものが、この時に、まさに広大な田んぼになるんです。今だから、堺の町がこうずっと家が並んでますけども、あの平野って昔は、一昔前までは全部田んぼだったんです。それどれだけのお米の生産量が上がるかっていうことです。で、この時代っていうのは、食べ物の量が豊かさっていうことのバロメーターだった時代ですから、日本がとびっきり豊かになったってことなんですね、うん、で、日本がとびっきり豊かになることによって何が起こったかといったら、呉の王様、三国志で有名な魏蜀呉ってあるじゃないですか、呉の孫権とかね、はい、登場しますけれども、あの呉の国が仁徳天皇のもとに朝貢にやってきたって書いてあります、うん、さらに天竺インドの方ですとか、あるいは中東の方からも天皇のもとに、もうこの本当に東に豊かになった国がある、ぜひ一度見てみたいということで、世界中から人々がやってくるようになった。これによって本当に日本というのは国際的な 大都会、になり、また日本という国が国際的にも非常に高く評価されるようになっていったというのが仁徳天皇の時代の出来事になります。はい、はい、ありがとうございます。まあ、その山に登ってこうね、町を見渡してかまどの火が上がってるかどうかっていうエピソード有名で、はい、民のかまどっていう話になってますよね。はい、はい、昔ねこの話どっかで聞いたんですよ、保育園の時とかに。でもこれが仁徳天皇の話だと分かってないから、後になって日本書紀とか読んで、はい、あ、これ仁徳天皇っておっしゃるんだというような形ですよね。でも名前にもやっぱりこう送り名として仁と徳がちゃんとついていると、はい、ある意味最高にいい感じですよね。今も天皇陛下たちはこの仁の字はね、お名前に付けられますもんね。うん、そしてそういう徳の高い天皇が16代関西に掘り出しちゃったということで、はい、覚えておいていただきたいですし、まあ堺にありますね、仁徳天皇陵、なんか今名前を変えてどちゃこちゃらっていうものになってますけど、はい、別に世界遺産にしなくて僕は良かったと思いますが、はい、ね、必要ないと思いますけどね。はい、まあそういった史跡もありますので、ぜひ皆さん見に行ってくださいということで、はい、今日は仁徳天皇についてお聞きしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。